今回は、共産党と強いつながりがある二刀流目の様に、割とガチ目で説教していきたいと思います。まあ説教といっても、こういう意見もあるよ、程度に聞いていただければ、今回は珍しく海に来ています。いつもの宇宙みたいな背景ではなくて、珍しく素晴らしいロケーションです。景色いいっすね、本田圭介。ちなみにいつも真っ暗な背景を使用している理由は、背景が暗い方が目の負担が少ないからです。もろちん視聴者兄貴への配慮もありますし、私自身も編集中に目が疲れにくいです。しかし久々に海を背景にしたら、編集画面がめちゃめちゃ眩しく感じます。まあいいや、そろそろ本題に入りましょう。今回の背景はなんでこんなに眩しいのか、お前にわかるか夢の、今日は夢のを救うために海に来たんだよ。YouTube では誰かを救う時に、海に来るのが作法らしいからな。夢の、夢の、共産党と強いつながりがある二刀流夢の、お前何やってんだよ、どうしちゃったんだよ、めちゃくちゃ心配だよ、夢野のツイッター、何なんだよあれ、一体どうなってんだよ、何がしたいんだよ夢野は、今さっき夢野のツイッター見てきたけど、マジで地獄だったぞ、夢野本体はほとんどツイートせずに、延々とリツイートをしまくっているんだけど、RT している内容もアカウントもとにかくひどい、地獄みたいなメンツだ、もう本当にどうしようもないレベルで、夢野、それじゃダメなんだ、そっち系の界隈の人間同士で、傷の舐め合いをしてても意味はないんだ、鳥海富士様の分析記事によると、コラボファンクラスタのアカウントは、約16万それに対してコラボ用語クラスタは、約2万。この差がわかるか夢の、ほぼ逆張り民とやべえやつしか、お前のことを支持してないって図式だぞ。だからコラボ用語クラスタの2万アカウントの中で、よしよしし合ってても何の意味もないんだよ。コラボ批判クラスタの16万アカウントに向けて、情報発信をしていかないといけないんだ。それなのにお前のツイッターはなんだ、完全にコラボ用語クラスタ向けじゃないか。あの RT 見ても普通の人はドン引きするだけだぞ。夢のは現在進行形で敵を増やし続けてるんだよ。どうしてそんな当たり前のことがわからないんだ。夢の、私はお前のことを根っから嫌いになることはできない。困っている人を助けたいというその気持ち、この社会を良くしたいという夢野の気持ちに、きっと嘘はないと信じてる。なあ夢野、お前はすごく他人に厳しいよな。訴訟もないことで女性差別認定してどうでもいいイチャモンをつけたり、意味不明な理由でコンテンツに放火したり、なんでお前が他人を許すことができないか、教えてやろうか、なんでもかんでもすぐ女性差別だと大騒ぎする理由を教えてやろうか、これは完全に私の推測だけど、夢野、お前はまだ自分を許せないんじゃないか、夢野がどういう過去を歩んでいようが、私はそれをバカにする気は一切ない、あの時自分を売ってしまった自分自身が許せない、親が許せない、そういう負の感情はその後の人生に、一生暗い影を落としてしまうこともある。もし夢野が、過去の自分の選択を未だに許すことができなくて、自分は被害者だと思い込むことで、自分を正当化しているのならそれは間違っている。そんなものはまやかしでしかない。嘘っぱちだ。どんな失敗をしていても胸を張って生きろよ。お前は頑張ってるよ。まずは頑張っている自分自身を許せよ。自分を許すことができない奴は、他人を許すことができないんだ。夢野、あの界隈の奴らと関わるのはもうやめた方がいいんじゃないか。あの弁護団の記者会見はなんだ。あんな奴らがお前を助けてくれると思うか。あんな奴らとこれ以上つるんでても、夢野がもっと傷つくことになるだけだぞ。夢野、今後の身の振り方について、もう一度よく考えてみてほしい。なお彼女は建設的な批判はほとんど聞かないと思います。最後までご視聴ありがとうございました。